洋服に似合うリュックはどれだという選手権をやっていきたいなと思います。7点ご紹介させていただきたいなと思ってて、はい、とまあいかがでしょうか。どんな感じですか。見てる感じはなんか雑誌とかに出てきそうな感じちゃいます。はい、本日ですね、洋服に似合うリュックはどれだという選手権をやっていきたいなと思います。ということで、こちらにずらっとリュックを並べさせていただきました。で、今回僕数ある中から7点ご紹介させていただきたいなと思ってて、途中でデニムのこういうジャケット着た時にはどれが合うかなとか、それが似合ったらジャケパンスタイル、このジャケパンスタイルの時にどういうのが合うかなとか、あとこの街中のおしゃれロングコートの時にはどういうのが合うかとか、あとはまあ皆さん大好きマウンテンパーカーにはどれが合うかみたいなところでいろいろと着用していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。まず今回候補に挙げた7個っていうのを紹介しますね。こちらノースフェイスのシャトルデイパックっていうモデルになっておりまして、こちらがですね、お値段とか横に書いてるかなと思うんですけども、街中からビジネスシーンまであらゆるところで使えるっていうことで、1050デニールのすごい丈夫な生地が採用されているということで、まあ見てもらったら分かる通り、一度も使っておりません。このペタンコ状態分かりますね。一度も使ってはいてないんですけども、結構街中でねこれ着用されてる方いらっしゃるので、多分人気なんやろなということで候補にまず挙げてます。そして次がですね、アークテリクスからはもうずっと定番の商品ですけども、こちらアロー22というモデルになってまして、このアローシリーズっていうのはめちゃくちゃ人気で、アロー8とかアロー16とかそのあたりも多分あったかなと思うんですけども、この面だけが防水の仕様になってて、ちゃんと止水ジップが採用されてたりだとかっていうところまでこだわられてて、なおかつこのリュックの背負い心地ですよね。こういうところが非常に背負い心地がいいっていうところと、多分これ分かってくれる人多いけども、このリュックのスポンジっていうの、このクッション、これがかなり頑丈やっていうところが多分お気に入りで入れられてる方多いと思うんですけど、次がこれは人と被りたくない人が持ってるバッグなんですけど、ディフィーバッグっていうバッグで、これパタゴニアかなんかデザイナーさんが作ったバッグで、僕も日本一周した時にはこれをずっと使ってたんですけど、防水の仕様かななんかで、ちょっとさっきのに比べると値段がぐっと高くなって5万円ぐらい確かしたと思うんですけども、こういうバッグであったりとか、あとはそれ以外にやったら、これも結構ビジネスマン見ますけども、多分ジャケパンで結構合うんじゃないかなと思うんですけど、これですね、ブリーフィングっていうブランドのバッグになってます。ちょっと正式名称なんていう名前か忘れたけども、こちらが確か8万円ぐらいしたかなと思うんですけども、これもねまた同様に使ってはないんですけど、こういうツーウェイで持てる、確か3ウェアまでいけるのかな、ここをかけたら。そんなんがありますので、おそらくまあジャケパンでは多分これが一番似合うんちゃうかなと思いますけども。そして次は泣く子も黙る、こちらですよね。もうなかなか手に入りにくくなって、一時はどうなるかと思いましたけども、こちらのブラックエンバーのフォージっていうモデルやったかなと思います。これに関しても防水の仕様になっておりますので、もともとノースフェイスのデザイナーさんが作ったっていうことで、まあ間違いなく今回のマウンテンパーカーに一番似合うのはこれやとは思うんですけどもね、その辺も見ていきたいなと思います。そして次がこちらですね、マンティス26。ただこれに関しては今ちょっと旧モデルなんですよ。新モデルっていうのがマンティス26はもう出てるんですけども、まあ、そこまで大きな違いはないかなっていうことで今回候補に入れさせてもらいました。まあ、ロゴがここにど真ん中にボーンってあって、両サイドにファスナーがあるっていうところは特に今の新型もあんま変わらないので、まあ、今回ビジュアルだけですから、ビジュアルだけで考えたらまあそんな変わらんかなっていうことで行かせていただきます。ではまずは最初はですね、どんな感じでいこうかな。やっぱりマウンテンパーカーからいきます。以前視聴者さんにアンケートを取った中でも、この春服で何着ますかっていう話聞いたら、やっぱりマウンテンパーカーっていう声が圧倒的に多かったんですよ。結構最近デニムとかレザーとかも流行ってるかなと思うんですけども、やっぱりマウンテンパーカーが一番いいっていうお声が多かったんで、それをね着ていきたいなと思います。レトロマウンテンパーカーという、これ直営店限定で出てるやつなんですけど、それを着ていきましょう。で最後ね、7個目っていうのが忘れてました。こちらですね、僕が作ってる本革のレザーリュックになってるんですけど、これ完全に防水の仕様で作っておりますので、水に濡れても大丈夫っていうことで、しかも中は赤色で作ってるということもあるんですけど、まあ、こういうちょっとレザー系っていうのが今回なかったんで、僕の方からちょっと1個だけ入れて合計7点でいきたいなと思います。まず1個目っていうのがですね、こちらシャトルですね。はい、とまあいかがでしょうか。どんな感じですか。見てる感じはまあ同じノースフェイスやからそんな似合わへんってことはないと思うんですけども、もうちょっとアップでいきましょうか。こういった形になっております。やっぱりマウンテンパーカー系って、まあ、僕ちょっとはっきり見えてないんですけど、こうフードがあるタイプってやっぱリュック似合いますね、もともとね。だからこれはいい感じなんじゃないでしょうか。そして次がですね、こちらですね、アローですかね、アロー22ですかね、なってます。あ、やっぱ背負うと全然ちゃいますね。同じリュックでもこう前に前傾できるようになってるので、めちゃくちゃ背負い心地がいいかなと思っておりますけども、いかがですか。なんか街中でおしゃれな人結構これ持ってる印象なんですけど、マウンテンパーカーと似合ってますでしょうか。どうでしょうか。やっぱ背負い心地はねめちゃくちゃいいですね。で次ディフィーバッグ、これはどっちかってクロート受けする感じやからあんまり見かけないと思うんですけど、見た目はまあ普通な感じなんちゃうかなと思います。パッと見る感じどこのリュックかわからんようなね仕様になってると思うんですけども、今回初めてですね、ずっと後ろ向きながら喋ってるけど、いいか、こんな感じになっております。そして次がですね、ブリーフィング。今映像モニター見てる感じですよ、そんな悪くないんちゃうかなと思ってます。ブリーフィングどうですかね。なんかパッと見てる
感じもあんま見えてないんやけども、そんなに悪くないんじゃないかなと思っておりますね。どうですか？悪くないね。で、多分一番このマウンテンパーカーで似合うんちゃうかなと思ってるのが次のブラックエンバーなんですけど、最近僕もこれもう使ってないんでわからないんですけど、あ、懐かしいなこの感じ、めちゃくちゃ懐かしい。どうですか？多分これノースフェイスの相性めちゃくちゃいいと思います。っていうのを、まあ、デザイナーさんがやっぱ作ってるってのもそうやし、ここにこうノースフェイスのロゴこの辺あります。はい、どっちにある？右か、こっちにあるんか。こっちにある時にパッてこう、なんていうの、めちゃくちゃこうガジェット感になるというか、パッと見た感じでもね相性いいんちゃうかなと思います。そして次が僕も一時主役で使ってたこのマンティス26ですね。マンティス26もどうなんやろ、見た目的にはいかがです？ちょっとスポーティーな感じになったかな、一気に。さっきはガジェット感がある感じだったけど、一気にこうスポーティーさある感じだから、まあマウンテンパーカーとは全然悪くはないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。そして最後はレザーで見てみたいなと思うんですけど、まあマウンテンパーカーとレザーはあんま合わんかな。どうです？合ってない？やっぱりこうガジェット系の方がいいかな、ブラックエンバーとか。そして次がこう大替え物おしゃれジャケットっていう名のね、GU& アンダーカバーのコラボかな。この手のタイプってどれでもリュック似合いません？これはこれでいけてるでしょ。でもこういうのはもしかしたらアークテリクスが一番似合うかも、街っぽいから。どう？真っ暗いから僕何にも見えてない。でディフィーバッグこれでしょ。で次がブリーフィングがこれでしょ。そしてブラックエンバーがこれ。あ、これいいんちゃう？どう？これでしょ。で次がこういうマンティス系、これは？これもええんちゃう？なんか雑誌とかに出てきそうな感じちゃいます？そしてレザーは？レザーはレザーでありか、これも意外とロングコートなんでもいけそうでした。そして次がこんな感じでジャケパン、はいはいはい、ちょっと商談とか行く時とかこの辺、ね、こんな感じでね、行くのかっこいいんちゃうかなと思うんですけど、じゃあ次リュックどれが合うか。それで言うとこのシャトルが一番合いそうな気はしますけどね。どう？あ、リュック合わんかもしれんな、これちょっと今見えてないんですけど合ってないんちゃう？これ。そして次が、あ、これは全然ダメですね。これはもう全く合ってないな。アローとちょっとジャケパンのスタイルはちょっと合わないですね、これは完全に。なんかやっぱリュックリュックしてるのが合わんのかな。これジフィーバッグかな、なんかのバッグですけども。っていうとこの中で言うとブリーフィングが一番合うはずなんですけど、まずこのスタイル合いますよね。これは絶対合うのは分かってんだけども、かけて合うからですよね、問題は。どう？かけて合ってる？合ってない？やっぱちょっと変。どう？誰も反応ないけど、そもそもちょっとジャケパン、こういうスーツ姿とリュックって合わへんくて、なんかスーツ分かってへん子がリュック背負ってる感が出ちゃってますね、僕の場合はね。でブラックエンバー、これはもっと合わへん、ちょっとやっぱ微妙かもしれないですね。こんだけボリューム出てくるとちょっと微妙かもしれない。で次はマンティスで、マンティスもちょっと厳しいかな、これは。なんか新人営業マンみたいになってるね、どうしても。いくらこれもレザーにしてもちょっと厳しいかな。レザーにしたところでリュックっていうところでちょっとまあきついんかもしれないですね。でもあれですよ、これシャトルのデイパックって一応ビジネスでって書いてあったから、本来似合うはずないけど、ちょっともう一回背負ってみようか。そう言われたらまだちょっとマシな気はしてきましたね。他のやつに比べるとマシかなっていうような感じかなと思いますけども、どうですか。で次が最後で、同じセットアップでもデニムのセットアップ系になった時はまあどれが合うのか、まあ多分どれでも合う。逆にこういうデイパックの方が合わないかもしれない。こういう感じのちょっとカジュアルビジネスでもいけるよみたいな方が、ちょっとこういうデニムとの相性が悪いかもしれないんですけど、こんな感じですね。でまあ僕思うに、このアローとかブラックエンバーあたりが非常にいい味出してくるんちゃうかなと思いますけども、どうですか。これでこうチャリンコなんか乗ってたらめちゃくちゃ良くないですか。それで言うと今のところこのアローは結構使えそうですね。アロー22はね、見た目的にも。ジャケパンが唯一も全然あかんかったけど、ジャケパン着ひん人からしたら全然 OK でしょ。で次はね、このディフィーバッグですね。まあ、これもいけるんちゃいます。多分デニムとの相性そんなに悪くないでしょう。そして次ブリーフィングが、これの方がちょっときついかな。これ合うかな、合わんかな。ちょっと合わない、ちょっと合わへんかもしれませんね。ちょっと感じだったけど。そして次がブラックエンバーですけども、ブラックエンバーこんな感じ、どうでしょうか。まあデニムとの相性もいい感じかな。あーでもこれ微妙か、あんま合ってないな。なんかあんま合ってませんね。でマンティスはいかがですか。マンティスは合ってる。まあ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 悪くないか、これは。これこれで悪くないか。で僕リュック作った時もこれも全部に合うようには作ってんねんけども、どうかなと。デニムと合います、合わない、合ってる。まあどうやろう、ちょっと大きいか、もうちょっと薄い方がいいかって考えていくとですよ、まあ、合計的に見ると多分一番どの服にも合わせれる、特にカジュアルで合わせるってなってきたらこれでしょうね。アロー22が多分一番合わせやすいって僕は個人的に思うんですけど、皆さんいかがですか。このボリューム感というか大きさ的にも多分合わせやすいかなと思うし、逆に意外と合わせにくかったのはこういう大きいリュックですよね。ディフィーバッグみたいなこう大きいのはちょっと合わせづらいかもしれないですね。ただめちゃくちゃ良かったのはマウンテンパーカーとブラックエンバーのこの相性ね、めちゃくちゃいい、やっぱり。で意外やったんがこういうジャケパンとこのノースフェイスのシャトルデイパック
がそこまで合ってなかったように僕は思ったんですけども、まあ、もしかしたら皆さんの中でやったら、いやこれ合ってたよ、こっちの方が良かったよというのがありましたら、ぜひコメント欄にね書いていただけたらなと。僕もこういう風に見えんねやっていうのがね、ちょっと僕モニターちっちゃいから全く見えてないんですけど、いろいろ勉強になりますのでよろしくお願いいたします。はい、ということでね、まあ、今回はリュックの中身とかっていうのはもう全く触れずに、もうただただ見た目だけでどれが合うか、ファッション的に合うかっていうところにフォーカスさせていただいたんですけども、またこの時期になったらね、皆さんリュックをお探しの方が非常に多くなるということで、また需要があれば中身のこととか、まあ、いろんなこととかお話できたらなってことで、本日はですね、洋服に似合うリュックはどれだ選手権っていうところになっておりました。また別のところでお会いしましょう。ありがとうございました。